ちゃ久しぶりです。というわけで今回ですね、こちらあるものを買ったんですけれども、まあ、早速開けないとわからないと思うので開けていきましょう。はい、紹介するのはこちらです。また開かないから。あれ、まずこれね、エアガンです。はい、買ったんですけど BB 弾を買ったんですよね。まあ普通にエアガンの中にも入ってると思うんですけど、まあ、試し撃ちみたいな。ちゃんと買ったんですよね。また別の箱で届くみたいです。まあいいでしょう。 BB 弾は別に説明することはないと思うので、とりあえず他のものを一回開封だけしちゃいます。じゃあ僕エアガンに触れたことがなくて、鉄砲って言っても100均ぐらいですよね。100均とかの可愛いチャッチー鉄砲ぐらいしか触ったことなくて、本当に、なんていうか、ガチのさ、本物に忠実に近いようなものを買ったことがないし、まだエアガン、どうしようと触ったこともないんで、本当に。だからちょっとわからないことが、いろいろと僕もあると思うので、そこら辺を教えてもらえたらなと思ってます。ちょっとは調べてきました。こちらの3つです。はい、今ね、BB 弾を抜いて3つ。あるんですけど、まあちょっと地味なものから紹介します。これなんですけど、まあ、これはベルトとかにつけて、でその腰のところにエアガンを入れられるみたいな感じです。で次にこれですね、これも東京マレーですね。多分これが東京マレーじゃなかったんです。エアガンといったら東京マレーみたいな、僕も聞いたことありますから。あれ、もしかしてこれ、この見本に使われてる銃が僕が買ったやつと同じかもしれないですね。これは粘着力でバーって落ちるみたいなやつです。で、こちらでございます。はい、スミス&ウェストンのね PC356 でございます。これはもう、これも東京マリンなんですけど、これを選んだ理由はとりあえず見た目とスライド、ここも本当に前回の動画でレゴで銃作った時も言ったんですけど、僕スライドを一回やってみたくて、そういうのとか、あと出勤とか初心者おすすめとか、そういう点でこれを選びました。じゃあまず、まあ、これは銃を開けないと使えないと思って、じゃあこれからちょっと行きましょう。ターゲットですね。ターゲットがあるとやっぱり部屋の中でもパンパン遊べますし、いいっすよね。おお、これのみです。このフィルムを剥がしたらもう、あ、ペタペタしてますね。で、まあ普通に自重で落下するみたいな感じかな。 BB なんかで、あ、ちゃんとフックがあるんで、こうやって壁とかにかけたらもうできますね。で、ここに BB が溜まるって感じです。これは後で打ってみましょう。続きまして、こちらでございます。ポップアップで以上飛ぶ、これですね。意外と重たいですね。あともう一つ忘れてたんですけど、これも一応これは Amazon で買ってないんですけど、他の場所で買いました。ちょっとこれも今からつけてみましょう。はい、ヘルストームって死の竜巻ライフ、こうやってこうして、アイカルドがで、こうして、こうやって、おお、ちょっとこれで、いきましょう。本当に初です。初エアガン。小学6年生になって、初めてエアガンを触る感じはどうなのか。カラーチとかはましたくない。ビービーのじゃないっていう。セット内はこんな感じで、それが本体でマガジンでビービーな感じです。こんな感じで入ってました。じゃあまず、まあ早速本体から持ってみましょう。重たい。おお、すごい。あー、すごい。ここにちゃんとね、センサーとリストって書いてあって、おお重たい。おお、でここに
ストッパーみたいなのがあって、まあ使わないときはこれを中に入れとくみたいな感じですね。で、これがマガジンです。マガジンは硬い。マガジンキャッチボタン、これが、あ、で、引っ張らなくてもね、こんな感じで落ちていく感じです。すごいな、思った以上にでかいですね。で、これがみんなです。ビンキタワー何つぐらい入ってるかな、34万かつぐらい入ってるらしいです。で、これが説明書が入ってました。なんか応募券みたいなやつとか、あと注意事項とかそういうのが入ってます。じゃあ今はまだビビーダが届けるで打ちませんが、じゃあまずこれに入るかやってみましょう。では、もしかしてリボルバータイプよ。これノリで買ったんで、あ、なんとなくわかりました。まず付属のこのピンみたいなやつを、あ、違う、こちらこんな感じかな。この長さがすげえ短くて、こんな感じでしまうときがいいのかな、これでっていう感じです。もうちょっとちっちゃいのだけなんか、はい、それでようやく、さっきのシーンからシーンを撮影してから3時間ほど経ちまして、ようやく届きました。 BB だってございます。Amazon では一番安くて個数が入ってて評価がいいやつを買いました。これそう、東京マリンのやつなんですけど、あれこれもしかして付録したやつと同じでしょ。あ、そうですね、これの多いバージョンだから、まあ、なくした時のストック用みたいな感じで一緒にこれを買いたいと思います。それでは早速実写っていうのを実際に売っていきましょう。この中に BB 弾を、はい、こんな感じで、今回はこちらのあとショーケットを使うんですけど、まあ的がないよっていう人でも、取り扱い説明書の中にこんな感じで的が2枚入っているので、まあ、これに穴を開けたりして遊ぶこともできます。今回は説明書を見ながら BB 弾をセットしていきます。このグリップのところのここにマガジンキャッチボタンがあるので、こう押すとこんな感じでマガジンが出てきます。そしたらここに穴があるのでセットしていきます。だいたい30発入って、これ以上入れなくなったらこれで30発入ったんですね。そしたらこの向きで元の場所に戻します。そしたらちょっとフィルムを剥がしてないのでペタペタしないんですけど、サップメントねクッションのようになってて、でなので弾が来てもその衝撃を吸収して倒れることはないと思います。じゃあ剥がしてみます。ペタペタしてますね。それではあそこの壁に置いて、で、どこから行きます。じゃあ行きます。このスライドをで、打ちます。おー、下げて、で、ちょっと頑張って真ん中を狙います。あ、ちょっと下ですね。どういう意味かな。あー、こんな感じでね。で、だんだん下に下がっていって下に溜まるって感じですね。これはいいですね。重くて引いた感じも結構硬いので、すごい本物感があります。いいですねこれ。引く感じがね、
トリガーをバン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 と振って連射することができないので、毎回スライドをして打つって感じです。まあ、僕はスライドが本当にかっこよくて憧れてたので、全然そんなんで OK です。こんな感じですね。このスライドは結構奥までやらないと、ハンマーこんな感じで起きてしまうので、その場合はもう一回奥までやると、さっきの球が、これ、15年もいいかな。あ、ちょっと待ってね。まあ、3、4つ詰まってました。怖いですね。このね、引いて、パーンと打つ感じが楽しいですね。この的があれば、部屋中どこでもできると思うので、本当に初心者の僕でもね、的の幅が大きくて狙いやすいので、ぜひこの的をおすすめします。で、問題はこれなんですけど、これ、多分、もうちょっと小さめの、ここの幅とかがちっちゃめのやつ用なのかなっていう気がしました。これも全然この銃は入るし、入れ方が違うよっていうコメントがあれば、ぜひぜひ教えてください。どうやっても頑張らないとなりますね。いいですね、これ。こうして。こんな感じで、本当に楽しいです。エアガンを触ったことない人は、これね、なんていうか、2000円くらい買えたので、ぜひ、この銃をおすすめします。威力が弱いとか書いてある人いるんですけど、あんま僕いろんなエアガンを見に来たわけじゃないんで、全然強いなと思いました。これで弱かったらこれ以上上はもう怖いなって感じですね。こんな感じです。というわけで今回はエアガンを初めて見た、スミス&ウェッソンの PC356 です。あ、これ純金です。皆さんもこれおすすめです。僕は気に入った。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。